作物ができてるね。農園に行きますか。はい、何です？はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。始めていきましょう。作物ができてるね。農園に行きますか。前回ですね、型のバイアリですが、高塚記念1着取りましたので、今回は WBC 挑戦してみたいと思います。SWBC 気合十分だね。いいかもね。お、嬉しい。はい、何です？台を回復させなければいけません。ちょっと重いかな。ねえねえ、いい仕上がりだね。体重はバッチリだね。もう一周いきましょう。しょうか。まあ、距離はちょっと長い。クエスト達成、やったね。ねえねえ、気合十分だね。これで2キロの。いい感じだね。WBC 登録と難しいけど。WBC 挑戦してもいいんじゃないかな。無理ということで、19分40秒ということで、結果が楽しみです。では結果はまた後で。はい、というわけで、SWBC の結果が出たので、観戦したいと思います。ゴムクレイジー、なんだこれ。4番人気。ただいまより投票受付を開始します。ああ、ちょっと印的には厳しいな。厳しいです。ピスタルブレード、白ゲーレジェンドあたりでしょうかね。この白ゲーレジェンド。本当に白毛だ。クリスタルブレード。チャカチャカしてる感じはありますが、強いんだろうな。大外12番です。音声実況をダウンロード中ということで、結構来た。騒ぎすぎじゃないの？レベルヒーバーク。ダレアラビア。3体の始祖が出てきて SWBC スーパー WBC です。さあ緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超える時、その目には何が映るんでしょうか。何が映るんでしょうね。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。オルコックアラビアンがかわしていきました。ゴドルフィンバルム、エクリプスが上がってまいりました。8番ヘロド、3番手を伺おうというところ。そしてその後ろからデルタレイドレス、それからマッチェム、めぐりメサイア、それから7番ラレーアラビアン。今日も勝利をつかむか、カタノバイアリーと横山騎手、クリスタルブレイドがそのうちにいます。これが1番人気の広げレジェンド岡部騎手、この手応えはどうか。それからもう1頭バイアリーターク、場内がどよめいています。オルコックアラビアンが後続集団を離しました。そして2番手に5番エクリプス、8番ヘロド、魚たちに別れを告げてレースは終盤へと進んでまいります。ゴドルフィンバルブがその後ろちょっと離されまして、デルタレイドレス、それからマッチェム、めぐりメサイア、カタノバイアリー、差を詰めていきました。そしていったいった2番白毛レジェンドアンリョウは岡部幸男、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。カタノバイアリーは3番手といったあたり、1番内オルコックアラビアンが頑張っている。外からはカタノバイアリー、内が飛んだ横山とカタノバイアリー、2番手にカタノバイアリー、1番内オルコックアラビアンが粘っている。捉えるかカタノバイアリー、おっと内をこじ開けてデルタレイドレスが襲いかかる。内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。結構いい勝負ができたんだが。2着でした。それでも1000枚獲得で、2着12番、3着当番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。放牧ですね。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。はーい、なんです？はーい、なんです？ねえねえ、行ってみましょう。ああダメ。このでき1万超えてないのか。フレンド申請ですかね。まあ当然承認です。1320だ。 SSR ガチャチケットなんかもありますね。感情なんてあるんだ。落雪。クエスト達成、やったね。優秀の角ねえねえもんだけどな。お、アルフィーセカンド。何でしょうね、ダブルフェイス。そうね、いろいろありますね。SR だ、ハローキャリー。何マッチしたガチャ。ああ、なるほど。ねえねえ。空き点ってまだ取ってないよな。出てもいない。212キロ。でですね、残念ながら SWBC 思い切って挑戦してみましたが、今回は2着でした。次回は天皇賞秋に、チャレンジしたいと思います。残り55周ですね。はい、何です？次回もお楽しみに。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。